これで押し放題になります。こんにちは、うかいです。今日もね、面白いガチャガチャを発見したので回してきました。今日ご紹介するのはトイズキャビンさんから発売されているバス降車ボタンライトマスコットです。全5種類300円の商品になります。子供の頃に乗った時はもう押したくてしょうがなかったあのボタンが押し放題になります。ラインナップなんですけど、シルバー、イエロー、ホワイト、丸ボタン縦型、丸ボタン横型の全5種類になります。これね、発売前の告知を見た時に絶対回そうと思って、もうね、今かとね、すごい楽しみにしてたガチャガチャなんですけど、この前ね、ショッピングモールに行ったら見つけてね、もうすぐ回しちゃいました。今回は1個だけ回してきたので、そちらをご紹介できればと思います。それでは行ってみよう。今回の私の狙いはイエローかシルバー狙いだったんですけど、もうね、開封前からね、実は見えちゃってるんですよ。じゃあ開封というわけで、今回は狙い通りイエローが当たりました。やったー。じゃあ早速見ていきましょう。見た目はね、こんな感じで、大きさはね、現物より一回りぐらい小さいのかな。裏に引っ張ると、あの電気が通る絶縁の透明のタブがついてて、こちらを抜くと電気がつくようになります。じゃあライトをつけてみましょう。ライトがつくとこんな感じになります。思ったより明るい感じですね。で、一回押すとついて、もう一回押すと消える感じですね。ちょっと重いのかなと思ったんですけど、すごい軽いから、これはね、カバンにね、つけてもいい感じだと思う。ピンポーン、次停車します。少し前にハンドスピナーとか手持ち無沙汰を解消するおもちゃとかが流行ったと思うんですけど、結構あれみたいな感じでついつい何回も押したくなっちゃう魅力があります。あの、小さい頃に押したくてしょうがなかったバスの降車ボタンがこれで押し放題になります。この動画を撮る前に制作のトイズキャビンさんのホームページ見てみたら、なんと今度は6月にバス降車ボタンライトマスコット2が発売予定らしいです。今度はね、押した時に次止まりますっていう音声も鳴るらしいので、値段は100円上がって400円になるらしいんですけど、こっちももしかしたら回しちゃうかもしれない。こっちも欲しい。はい、そんなわけで今回紹介したのはトイズキャビンさんのバス降車ボタンライトマスコットでした。これ300円にしては結構出来が良くて、お店によってはね、売り切れとか再入荷とかもしてる人気商品らしいので、皆さんも気になったらぜひ回してみてはいかがでしょうか。それでは。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録などもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。